マリ帝国、マリ帝国、1230年代から1645年、またはマリ王国は中西西アフリカのサヘル地帯に栄えた王国の一つである。王権の担い手が誰であったかについては、諸説あるが、少なくともだと考えられている。現代のマンギンカ人は、マリ帝国人の末裔というアイデンティティを持った民族集団である。 マリ王国の歴史については分かっていないことが多く、首都がどこにあったのかすら、確定的な説はない。13世紀中頃に、英雄スンジャタケータが現れ、支配域の帝国的膨張を見た。支配域の膨張は、交易を盛んにし、14世紀中頃に、マンサムウーサ王が派手なメッカ巡礼を行うなど、王国は、最盛期を迎えた。イスラームとマリとの関係について、マリが、 イスラーム国家であったか否か、いつ頃から、どのような人々がイスラームを授与していたかなどについて、諸説あるが、少なくとも14世紀中頃には、イスラーム国家の外観を備えていた。現在のマリ共和国の国号は、マリ帝国に由来する。スンジャタがマリに服属内し同盟したカククランの代表を集めて定めたが世代を超えて受け継がれ、2009年にユネスコが、 人類の交渉及び無形意の傑作宣言をした。歴史学は19世紀に誕生した比較的新しい学問であるが、当該19世紀中頃に哲学者ヘーゲルは歴史哲学講義の中でアフリカは人類の歴史に寄与したことがないなどと述べた。ヘーゲルにとってサブサハラのアフリカ人は森の中の子供同然で人類の発展の歴史の拉致外にあった。こうした ヘーゲルのアフリカ艦は、以後の西洋知識人のブラックアフリカ艦に影響を与えた。19世紀以後に最初に中世マリの歴史を研究し始めた研究者は、モリス・ドゥラフォスやシャルル・モンテイユなど、植民地経営のエコシステムの中で、実務官僚等として暮らすセミプロが主体であった。ドゥラフォスは1912年に、イブンハルドゥーンの イバルの書を中心としたアラビア語文献に基づいて、以下のようなマリオーのリストを作成した。しかしながら、レビットソン、1963などの検証によると、このリストは、鉄像や、恣意的な解釈を含む。例えば、1310年から1312年まで、マリオーであったとドゥラフォスが主張する。アブバカリ二世は、イブンハルドゥーンが記載しておらず。 交渉伝統にも現れない劣像である。例えばやといった専門の歴史学者による研究が始まるのは植民地主義に立脚した帝国主義国家に崩壊をもたらした第二次世界大戦の後からである。アフリカの都市1960年に始まったユネスコの記念事業 L ・イースト・アー・ゲネロル・デール・アフリックの発刊1964から1999年。 は、中世マリッシュ研究を含むアフリカ史研究の活気になった。同書には、前世紀にヘーゲルが示したアフリカの歴史に対する認識を覆すような学術的成果が示され、中世マリッシュを含めたアフリカの歴史の実相が明らかになった。その中には、特にドゥラフォスにより明らかになったように見えたマリの君主の系譜や王国社会の構造が、 根拠薄弱な推論であって、実際のところは、資料の不足によって、文献学的に明らかにできいいという結論も含まれる。サハライナンのアフリカの諸地域について、一般的に言えることではあるが、中世マリに関する歴史叙述を裏付ける資料となる。資料は、北、アフリカやヨーロッパに比べると、少ない。最重要の死資料が、 モロッコやエジプトなどの北アフリカのアラブ人や、ベルベル人が書き残したアラビア語文献である。まず、アブー・ウバイド・バクリー、1014年コロナマ1094年は11世紀のハライナンの西アフリカについて、そこを訪れた商人からの伝聞という間接的な手段によってではあるが、いくつかの情報を書き残している。イドリー・スイは12世紀のサハライナンの西アフリカについて、 断片的な情報を残している。最盛期のマリには多数のアラブ人やベルベル人が旅行者として訪れ、マリに関する記録をアラビア語で書き残した。また、マリ人も巡礼等の目的で北アフリカやヒジャーズ地方を訪れたため、エジプトなどに彼らが語ったことの記録が残っている。このようなアラビア語文献としては、イブン・マッドータ、イブン・ハルドゥーン。 マクリーズイーラが書いた歴史書があり、これらに依拠すると13から15世紀のマリの大まかな歴史の流れがわかる。イブン・マトゥータ1304年から1368年は1352年2月から1353年12月までサーヘル地帯を周遊した。彼の旅行記、リフラは唯一無二であり、マリ王国の歴史全体に関して最も重要である。 イブン・バトゥータは、マリの首都に8ヶ月間にわたり滞在し、町の構造に関する貴重な情報を残している。しかし彼の旅行記からは半然としない部分も数多く、あることも同時に、旅行家を読むとわかり、歴史序述の上で興味深い点がある。イブン・ハルドゥーン、1332年から1406年は、イバルの書に、マリのことを記載するために、 カイロまで行って様々な情報を収集した。マリ人やその子孫が書き残した文字資料も皆無というわけではなく、トンブクトやガオには中西西アフリカ社会内部から見たマリの歴史を書いた年代記ターリーフが残されている。が書いた16世紀のとが書いた17世紀のが利用できる。ただし、どちらも損害帝国の歴史を遡って叙述する。 ことに主眼があるので、マリ王国の歴史にはあまり多くの叙述料を抑えていい。さらに中世マリ氏の場合は、上記文献資料の他に利用できる資料として、グリオと呼ばれる銀遊詩人による交渉伝統が存在する点が特徴である。グリオは民族の歴史や過去の王族の辞席を語り伝える職能カーストであり、その記憶内容は特定の家系で送電される。 交渉伝統を利用することで、マリの歴史を外部からではなく内部から知ることできる。さらに発掘調査による出土資料も重要な資料となり得ると言われている。欧米諸語で国語として認識されているマリ。日本語では、マリはイブン・マトゥータのリフラにおいて、この国がと記載されていることに基づく。その200年前に書かれたバクリーのにも、 ガーナの都の近くに、は、と、母音を入れたという集落があるという情報があり、イドリースイーにも、同様の情報がある。イブン・ファドル・エラー・ウマリーは、マリの国語は、正式には、ニアニットい,いそれは、首都の名前であるという旨の情報を書いている。近代以後に、マリの首都の所在地について、最初に議論したのは、大英帝国の地理学者である。 クーリーは1841年にマリの首都がジョリバ川、ニジェール川上流域の別名のほとり、サメーの村あたりにあったとする仮説を発表した。ハインリヒバルトは1850年代にアフリカ大陸の内陸を探検してトンブクトゥまで行ったがマリの首都であった場所を見つけることはできかった。フランス植民地官僚のは1892年に サーヘル地帯を横断して、闇が、闇ナの近くにある、ニアニマドゥグ、ニアニマドゥグを遺跡が、マリの首都であった場所という説を発表した。これまでの仮説はすべて、首都が、ニジェール側の左岸にあったとする点では、共通する。また、全く文献資料に依拠していなかった。初めて、これらの説に理由づけを与えたのが、モリス・ドゥラフォスである。ドゥラフォスは、ホート・セナゴル・ニジェール。 1912の中ではアンジェの説がアラビア語文献の記載と矛盾しないことを示し、当初の間はバンジェ説を指示した。この頃が首都論争の最も華やかであった時代である。ビダルやガイアールなどが一連の論説を発表し、のほとりにある小さな村こそが文献資料にある地名、ニアニであるという説を唱えた。ドゥラフォスもニアニ説を指示した。 1920年代には実地調査も行われたが遺跡は見つからなかった。1958年にギニアが独立し、ニアに村は新生ギニア共和国に属すことになった。発掘や調査は中断する。ニアに村は1965年、1968年、1973年と3回にわたり考古学的発掘調査の対象になった。 教授率いるポーランド隊が発掘を行った。ポーランド人たちは DT ニアヌの協力も得、から適宜助言を得て、調査を続け、成果が1979年に発表された。エイトゥーズ・アーキア・ロジェケイズ・スール・ LAA、キャピーター・レイ・メドジェバル・ディー・ユ・マリと題された、調査報告書では、マリ王国の首都がニアニにあったことが確認されたとされた。ポーランド隊の結論には、 問題があると早くから言われていた。調査報告書が刊行される前から、メイアス、メイスーとハンウィック、ハニックは、イブンバトゥータの旅行記の読み時間を通して、フィリポビアク説を批判して、首都のあった場所について、新説を発表した。レモンモニは、フィリポビアクが行った、放射性炭素年代測定法に関する記述に、矛盾があることを指摘した。 全世紀マリの首都と目された場所のすべてが否定されることとなった状況に直面し、より原始的なマリオ国像を提示する研究者が現れたコンラード、グリーンなど、コンラッドやグリーンら英米の研究者は首都キャピーターレイという用語に変えてマンサの宮廷クアデマンサあるいはマンサの王宮クアロイアルデズマンザという中立的なタームを使って宮廷が 複数の町の間を巡回移動していたとするノマド型宮廷仮説を提示した。当該仮説によっても疑問は残り続ける。これまで研究されてきた遺跡からはこの説を支持する確かな証拠が得られていない。しかし研究は短所についたばかりで、その後疑問を払拭するかもしれず、過去の研究の検証と新説の提唱が待たれる。 それまで西部サヘル地方を支配していたガーナ王国が1076年に村人町によって首都を落とされ勢力を大きく減退させ村人町もすぐに衰退するとこの地域には覇権勢力が存在しなくなったその中でのが十二世紀末に入ると勢力を伸ばしニジェール川上流のをも支配下に置いていたこの状況下で伝説的英雄ケタが現れ マンデの核クランを急合した。スンジャタは1235年にでソソの王、スマングルを破り、さらにその後、セネガル川流域の地方にまで勢力を伸ばした。その後、14世紀には、西は大西洋岸まで、東はトンブクトゥガウまで、南は、にある近郊に達し最大の繁栄を極めた。14世紀には、王のマンサムーサ、マンサは、 王の中の王の位、在位、1312年から1337年と在位、1341年から1360年の下で帝国は最盛期を迎えた。マンサムウーサは1324年にムスリムとして数千人もの従者を引き連れてメッカへ巡礼し、その道中のあちこちで大量の金の贈り物をしたため、ウマリーによるとカイロの金の価値が 長期にわたって下落した。王はマリに戻ると、イスラム教とイスラム文化を進んで住民に広めている。トンブクトゥにジンガリベリモスクを建設し、ここが学問の中心地となる短所を作ったのも、マンサムーチカのことである。マンサスレーマンの統治期も、マリは変わらず繁栄を続けていた。1352年にマリを訪れた、ベルベル人の旅行家、イブン・マトゥータは、 彼らの国は全く安全であることに驚き、住民たちは、もてなしが良く、正義感が強いことを称賛している。しかし、1387年に、マンサムウーサ2世が没すると、マリでは、激しい後継者争いが勃発して国力は疲弊し、そのため、損害王国などの従属していた国々が、相次いで離反した。また、マリの国力の衰退に乗じて、 南方のモシ族や北方のトゥアレグ族の信仰が激化し、1433年にはトゥアレグ人にトンブクトを占領された。こうしてマリは自国で最も豊かな地域であったニジェール川内陸、デルタを失ったが、一方でブレやバンブクなどのニジェール川上流域の山近地帯は保持し続け、さらに大西洋に面したガンビア川流域なども依然として保持していた。 1468年には、損害王国のスンニアリがトゥアレグを打って、トンブクトを占領し、ニジェール川内陸デルタを制圧して、西アフリカに派を唱えるようになって、マリと損害の力関係は逆転した。その後も、マリの国力は緩やかに衰退を続けた。16世紀末には、ガンビア川流域も失い、マリは内陸国家となっていた。1591年に、 モロッコのサード町の侵攻によって、損害帝国が滅亡すると、その混乱に乗じて、マリのマフムード4世は1599年に、ジェンネへと出兵する者の,のモロッコに敗れ、これが衰退し続けるマリへの最後の一撃となった。その後マリは、地方小国家として細々と存続し、18世紀に滅亡した。西アフリカ内陸部に、 公易帝国が成立したのはそもそもサハラ公易の利益によるものであり、最初の広域帝国であるガーナ王国の覇権を引き継いだマリも同じくサハラ公易を主な経済基盤とする国であったが、その公易の様相はガーナ時代とは幾分異なったものとなっていた。マリはサハラ砂漠の中央部にあるにまで公易権を広げたため、それまで潮の公易を握っていた。 ベルベル人から、その主導権を奪い、使用金交易は、北アフリカのベルベル人とサヘル地帯との間のものでは、区、サヘル地帯を制したマリとその南にある、山金地帯との間で行われるようになった。また、マリの領土内においても金は産出されており、これらの多量の金は、マリ帝国の主力商品として、北アフリカと輸出され、マンサムウーサ王の逸話に代表されるようなマリの、 繁栄を支えた。また、マリ帝国地下においては、同じく、サハラの北からもたらされる、主要商品であった、銅鉱石の輸入が停止し、逆に銅を、北アフリカへと輸出するようになった。これは、マリ領内または、その交易圏において、銅鉱山が開発され、さらに、マリ国内において、精錬まで行われるようになった、ことを示している。この時期、 青の東に位置するタケッタは、銅生産の中心地となっていた。またこの時期、ガーナ時代にはほぼ存在しなかった和田が、マリ国内に普及し、織物の生産が盛んとなった。こうしてマリは、銅や麺を自給できるようになったものの、それを加工した銅製品や衣服、織物については、輸入が続いており、むしろこの時期には、北アフリカからの主力の輸出品となっていた。このか。 馬や宝貝なども北アフリカから主に輸入されていた。一方、マリは南方の森林地帯とも活発に交易を行っていた。マリからの輸出品は塩や銅、綿布が中心であり、南方からは金のほか、コーラの実が主に輸入された。また、サハラ交易のメインルートも以前に比べて変化していた。ガーナ王国期にはモロッコからアウダゴストを通って、 サヘルへと向かうサハラ西側ルートが主流であったのに、対し、マリ帝国期には、トンブクトから中央サハラを通って、北アフリカへと向かうルートが主流となり、これが、ジェンレイやトンブクトなど、ニジェール川中流域の交易都市の繁栄を生んだ。蒸気のような、盛んな交易が行われた一方で、国民の多くは農業に従事していた。国内では主にソルガムやトウジンビエ、 コニオといった雑穀や稲が主に栽培され、食料は豊富に供給されていた。ニジェール川ではボゾ人やソモノ人などの漁業民族が内陸デルタを中心に盛んに漁業を行っていた。こうして経済が成長する一方で、貨幣の鋳造は行われなかった。金が大量に輸出されたのも、マリ国内においては装飾品以外の用途がなく、 本来国内で貨幣として流通する分の金も輸出用に回さていたためでもある。通貨としては布地、宝貝、塩などが用いられた。こうした交易の活況によってマリー帝国内に存在するジェンネトンブクトガオといった都市もまた繁栄した。トンブクトトガオではサハラ砂漠を越えてきたキャラバンが商品を積み下ろて川船へと乗せ替え。 ニジェール内陸デルタの中央部に位置するジェンネまで運ばれた。ジェンネには南の森林地帯から積み出された金などもやはり船に乗せられて運ばれてきており、交易拠点として繁栄した。トンブクトはこの時期から損害王国期にかけて最盛期を迎えた。メッカ巡礼期路のマンサムウーサによって1324年にジンガリベリモスクが建設され、 同時期にサンコーレモスクが建設されることで、トンブクトゥは学問の都としても、名声を高めていった。ガオは公益の要衝として7世紀頃から独立王国が存在していたが、13世紀頃にマリンに服属した。しかし、国内の混乱から一時期サハラ公益を断念していたエジプトが14世紀半ばからサハラ公益を復活させると、公益ルートの当然が起こり、 ニジェール側交易の東端に当たる顔が繁栄して、14世紀末には再独立を果たし、やがてマリに代わり西アフリカ内陸部の覇権を握るようになった。帝国というが、中央集権体制の国家ではなく、マリを中心とする緩やかな連合国家だった可能性もある。マリはイスラーム教を授業したが、祖先信仰などの土着信仰も残っていた。 イスラームの需要がいつ頃からどのように広まっていったのかについては議論がある。ディーティーニャンは、スンジャタケータがムスリムであったと考えているが、異論もある。赤坂県は、14世紀にはイスラーム国家の外見を整えたという表現をしている。1325年のマンサムウーサの巡礼の際、エジプトでマンサムウーサに排越した現地のウラマーは、 ムーサがマーリク派の儀礼をよく知っていたと証言している。ムーサをはじめとした最盛期のマリのマンサは帝国内の安寧と社会の秩序を保ち、マドラサを各所に建てた。マリのマドラサにはマグリブやアンダルスからイスラーム学徒が多く集まり、地センターになった。また、マリのマドラサからもウラマーが多く育った。イスラームがこの地で授与されていくに従い。 マリからメッカへの巡礼者も増加していった。マンサムーサのメッカ巡礼は非常に著名であるが、彼以前の王も、また彼以後の王もメッカへの巡礼は行っていた。この王による巡礼は、サハラ・コエコ駅ルートの開発という目的も持っていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。